はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B のベクトルの内積6についてお送りします。で、これで内積6本目で、今回も問題演習で2問問題をやっていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、両方解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、1番からまず解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今まで取り上げた問題とか、ポイントもね、すごく大事なものをピックアップしてやってきたんですが、ここに関してもポイントないんですけど、実はポイントを書かなきゃいけないぐらい大事なことが使われてます。これ両方とも共通してね。でも、それはポイントで覚えるよりも、こう使いながら覚えてほしい、その技っていうのは。だから今回ね、ちょっとポイントなしにしてあるんですが、まず1番がね、 A ベクトル、 B ベクトル、大きさが両方書いてある、2と1って。で、なす角も120度って書いてある。で、その時に、これ 3A ベクトル、マイナス 2B ベクトルの大きさを求めたい。で、まずこれ読んだ時に、あ、1番ってこれ求めるんだなっていうのがピンときてほしくって、これ求めるんではなくって、大きさだから、3A ベクトル、マイナス 2B ベクトルの大きさ、これを求めたいって。これゴールね、今回の。そう、まずピンときてください。で、いきなりこれ出せないんです。で、このタイプの問題はおそらくね、みんなが使ってる教科書、ワークに絶対ある、最低1問は。このタイプの問題ね。で、何するか。これまず覚えてください。これを出したい。だったら、2乗して、まず勝負していきます。2乗してね。で、最後その2乗を解いて、これに戻せばいい。からまず2乗で行くんですけど、ここが大事。で、これ先に書いてしまうと、これね、できれば、暗算で解けるようになってほしいんですけど、まず、この2乗ってね、3A ベクトル、これカッコね、3A ベクトルマイナス 2B ベクトルと同じ 3A ベクトルマイナス 2B ベクトルの内積と一致します。そう、これが今回の公式。覚えてほしい。で、書いておくと、おそらく教科書とかに書いてるパターンだったら、ちょっと A ベクトル書くよ。同じベクトルの内積っていうのは、そのベクトルの大きさの2乗に一致します。今これ使ってるの、ちょっとピンとこないかもしれないけど、後で説明するね。で、もう一個覚えてほしいのが、じゃあこれ両方とも2乗取ったパターンなんですけど、本当は多分逆に書くのが普通なんだけど、じゃあ右側、あるベクトルの大きさを求めたい、これ2乗取ったやつね。だったら、その内積にルートをつけたものと一致します。これ解いただけなんですけど、プラスマイナスのマイナスを取ってね。これ本当は2乗解くと、取ると、右辺はこうなるでしょ？で、左辺にはプラスマイナスルートがつく。で、プラスマイナスルートってつくんですけど、大きさってマイナスありえないので、だからプラスしか残らなくてこれになるっていう。で、これ、個人的な意見としては、左は絶対覚えてください。めっちゃ使うんで、これ。で、右に関してはたまに使うぐらい。だし、これを解けばこれに一致するので、個人的にはそこまで覚えなくていいとは思ってます。これは完全に俺の意見ね。でも左は絶対に覚えます、これ。よいしょ。で、どう使ってるかっていうと、これね、A ベクトルでシンプルなんで分かりやすいんですけど、絶対値の中に今これを求めたいじゃん。これが A ベクトルと同じだと思って。これの、2乗、大きさの2乗を求めたい。だから A のね、これの2乗を求めたかったら、それの中身と同じもの、同じものの内積と同じだよっていう。これ公式使ってます。で、これですね、解き方があって、こんな書いちゃいけないんだよ。こう書いちゃいけないですけど、同じ括弧をもし書けるとしたらさ、普通に計算するとき、ベクトルじゃなかったらね、3A-2B だったら、こう2乗って書けるじゃないですか。もうこの公式と全く同じように書いてください。あと、解いてください。展開で。なので、ちょっと左から攻めるよ。もうちょっとね。まず、これ解こうと思ったら、9A2 乗っていくじゃないですか。左側の2乗なんで。だから同じように、9ってきます。ただし、A2 乗なんですけど、A ベクトル×A ベクトルなんですよ。で、普通に言っちゃうと、A ベクトルの2乗って書きたくなるんだけど、そこね、ちょっと注意があって、結局、
A ベクトル ×A ベクトルなんで、こう内積になる。で、そうするとこれと同じなんで、A ベクトルの2乗じゃなくって、邪魔だった。ちょっと待って、落としちゃった。よっしゃ、ごめんね。これが、A ベクトルの大きさの2乗になります。この QA、ごめん、QA2 乗の部分がね。で、次は、これ公式だと、マイナス 12AB じゃないですか。で、ここは同じようにやってもらって、マイナス 12AB なんですけど、こうなります。いて、内積ね。で、次、プラス 4B2 乗なんですけど、ここも同じで、プラス 4B2 乗なんだけど、ベクトル同じもんかけた時には、大きさの2乗、こうなるから、これが公式なの。で、絶対、ここに慣れてない人、に関してはもう違和感しかない、ここからここに持ってくるのが。なんですけど、ぜひ暗算でこうなるんだって、例えばこの2乗で言ってしまうと、2番もこれ2乗します。こいつで2乗するときに、普通に2乗だから、あ、これと同じようにやればいいんだ、 A の2乗、あ、でも A の2乗の時はベクトルの大きさの2乗だったなって、で真ん中は普通に同じ内積でいいんだけど、で最後も 4B、4で B の2乗だから、あ、絶対ちょっと、あ、ベクトルの時は大きさの2乗だったなっていう。そんな感じで慣れてくれるといいかなと思います。結構ね、こっちに持ってって持っていくと、頭がね、混乱してしまう子が多くて、今まで。だったら、もう慣れてこっちにストレートに行ってしまった方がミスが少なかったから、今までの俺の統計だとね。だから、任せますけど、みんなにね、任せますけど、まあ、こうなると思ってください。で、今、A ベクトルの大きさの2乗は、これ5が分かってるんで、5を25。2乗すれば OK です。ここも同じ。あ、こっちだ、ごめん、こっちだ。2だから2、2が4だね。で、1の2乗で1が入ります。ただ、これだけまだ分かってないので、求めに行きます。内積ね。で、内積に関しては、もう公式、A ベクトルの大きさ2、B ベクトルの大きさ1、ナス角も120度分かってるから、コサイン120度。これマイナス2分の1だから、結局マイナス1なんだよね。で、すぐ出せるから。1より、また話を戻して、3A ベクトルマイナス、大きさは2乗ね。は、ここに、さっき言ったように4を入れるから、串36。ここにマイナス1入れるから、プラス12。1の2乗で1入れるから、プラス4。で、52かな。で、52。で、左辺の2乗を取ると、これね、2乗を取ると、右辺にプラスマイナスルートがつきます、本当は。なんだけど、大きさにマイナスはないので、ルート52。で、これが2ルート、13か？となって、これ終了となります。もうね、最初に2乗してもう勝負していくって本当に有名な問題で、2番に行くと、2番もね、各ベクトルの大きさ出てるんですけど、さっきも言ったようにこれが出てる先に、で、ナス角が分かってないんだよね。で、分かってない状態でコサインシータの値を求めようっていうタイプです。で、結局2番コサインシータっていうのは、まあ、ここで使った公式の変形になりますけど、これ前もやったからね。A ベクトルの大きさ、B ベクトルの大きさ分の内積と。これで求められるんだよね。で、今、A ベクトルの大きさは5って分かってる。B ベクトルも3って分かってるから、ここだけ欲しいんだよね、あとね。A ベクトル ×B ベクトル。あ、ごめん、内積が欲しいと。で、そのためには、まだこれ使ってないじゃんか。だから、こいつを2乗すると、二乗するとさ、さっきもやったように出てくるんだよ、内積が。だから、それを使って求めに行きます。内積だけね。で、内積だから、あ、コサイン使えばいいじゃんって思うんだ。あと、公式ね、使えば出せんじゃんって思うんだけど、シータが分かってないから、結局。だから、この公式使えないので、こっから内積を出しに行くと。で、入るかすげー心配だけど、まあ、行こうか。で、こいつ二乗します。で、どう書こうかな。待ってね。こう言って、ごめん、こっちで言っていいですか。ちょっと狭くなると思いますけど。ちょっとちっちゃくごめんね。A ベクトルマイナス 2B ベクトルの2乗いきます。で、右はギリギリだから、あ、
ごめん、ダメだ、こっから勝負すると入らなくなるんだ。よし、消えなかった。よいしょ、やっぱ左から行くね。で、これ2乗すると、で、本当はこれ書くべきなんですけど、暗算でいきますよ。まず、左側の2乗なんで、A ベクトルの大きさの2乗になります。で、これ普通に括弧だと思って公式解くと、マイナス 4AB でしょ、次。だから、それはもうマイナス 4AB の部分は内積にすればいいんだって。で、最後は公式使うと、プラス 4B2 乗なんです。で、プラス4、ただ B2 乗の時は、あ、ベクトルだから大きさの2乗だったなって。これ、OK。暗算ね。で、結局今、ここ出したいんだよ。で、ここどうするかっていうと、もう9って分かってるから、2乗して、九九81。ここ、5って分かってるから、5525。で、これそのちょっと置いといて、で、ここが3って分かってるから、3が9だから、9し36か。で、まずこれこっちに持ってこようか。ベクトル。で、待ってね。これ足すと61で、持ってくるとマイナス81だから、マイナス20か。で、4で割って、内積がマイナス5って、分かったと。で、分かったから、あともうこれ勝負するだけなんで、足りるでしょう、きっと。コサインシータ。イコール、ここ A ベクトル、B ベクトルの大きさは5と3って分かってるから、5×3。分の内積マイナス5なんで、こう。で、5は約分できるから、右でいこう。入るね。イコール、マイナス3分の1と。ちょっとなんか曲がってしまったけど。入ったかな？ギリ入ってんね。これが答えとなります。まあ、もともと最後ね、求めたいものも違うし、ちょっとね、出てるものも違ったりしますけど、まあ、アプローチが違うだけであって、使うことはすごく似てるね。ここの2乗。まあ、この絶対値のね、中に2乗して、それを、こう、展開というか、いう形で計算していくと。よく使うね、ものになりますので、ぜひね、マスターしてもらえたらと思います。では、今回は、高校数学、数 B の、ベクトルの内積、丸6について、お送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて、本当にありがとうございました。でですね、一応、8まで、内積続けるつもりで、ね、で、次回7が、久しぶりにちょっとポイントが入るんですけど、三角形の面積に関する問題をね、やっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。